お姉ちゃん、ノエルがいたからここまで来れたの。だからバルハラにはノエルと一緒に行きたい。それはなくした未来の記憶、遠い遠い思い出の世界にノエルはいた。やばかった。やっぱきついな、一人だと。ノエル？誕生日のお祝いはこれで十分かな。カヤス、仕留めたか。俺一人でな。腕を上げたな。だいぶ苦戦したようだが。の？してないって。全然余裕、楽勝すぎて退屈だった。頼もしいな。もはや一人前の守護者だ。ただの一人前じゃ嬉しくないな。あんたを超えなきゃ意味がない。ああ、超えてみせてくれ。君には挑戦する資格がある。私に勝って巫女を支える制約者になるがいい。私も前代の制約者を倒したんだ。そいつはどうなった？殺した。制約者はこの世に一人、それが掟だ。ノエル、私を超えたければ私を殺せ。できるかよ。俺はあんたに勝ちたいだけだ。なんでだよ。俺あんたにまだ勝ってない。消えんなよ。カイアスより強くなりたくて剣の修行を始めた。マネじゃ勝てないと思ったから二刀流に変えた。カイアスを殺さなきゃ制約者にはなれない。昔の誰かが決めた掟なんて守る気はなかった。ただ制約者に与えられるカオスの力が欲しかった。カイアス・バラッド、あんたと肩を並べてユールを守りたかった。なのにあんたは追いつく前に姿を消した。ただいま。おかえりノエル。カリーどうだった？大物仕留めたぞ。今日はユールの大事な日だろ。
私の誕生日覚えててくれたんだ。当たり前だろ、今夜はお祝いだ。昔みたいにもっと大勢で祝いたかったな。3人だけじゃ逆に寂しいか。そんなことない、寂しくなんかないよ。ノエルとカイアスがいてくれるから。ならいいけど。寂しい思いをさせて結局救えなかった。許せない運命があって許せない相手もいたけれど、一番許せないのは何もできない無力な俺だ。私を殺す気になったか？なるかって。ユールの誕生日なんだから物騒な話はよせよ。殺す気はともかく勝つ気はある。だから明日だ、あんたに勝って俺は聖約者の力をいただく。俺とあんたでユールを守って旅しよう。何のための旅だ？仲間を探すに決まってるだろ。きっとまだどこかに大勢生き残ってる。他に生きてる人が見つかればユールも寂しい思いをしなくて済む。それが虚しい希望だと君も分かっているはずだ。もうどうにもならないのか？一つ方法がある。私を殺せ。またそんな話か。我が胸にあるのはカオスの心臓、女神エトロの分身だ。この心臓が止まるとき、女神もまた死を迎える。女神が死ねばバルハラの混沌が解放される。それは歴史を歪め過去を破壊するほどの力だ。わけわかんないな。あんたを殺せって言われてもできるわけないだろ。できなければ死ぬのは君だ。えっ！我が今暗き翼よ。生きることは無意味だ。やはり今の君には無理か。あんたを殺すとか歴史を歪めるとかわけわからねえ。そんなのどうせユールが悲しむだけだ。悲しませても救えればいい。どこ行くんだ？ユールを見捨てるのか？バルハラへ行く。この手で女神を殺しユールを解放する。こうしてカイアスは去っていった。生きている人間は俺とユールだけになった。